セントピーターズバーグ、セントピーターズバーグ、ショートトン、ピーターズバーグはアメリカ合衆国フロリダ州西海岸に位置する都市。地元ではセントピート、ショートトン、ペテと呼び表すことが多い。近隣のタンパーやクリアウォーターと共にタンパベイエリアと呼ばれる大都市圏を形成している。人口は248,232人。2000年国勢調査で、 ジャクソンビルマイアミタンパに次いで、同州第四の都市である。大都市圏は、人口260万人を抱え、フロリダ州内では、マイアミに次いで、第二、南部全体でもマイアミアトランタに次いで、第三の人口規模を誇る。一年を通じて穏やかで温暖な気候であることから、同市は観光、雇用都市として、また引退後の転居先として人気が高い。一方、政治的には、 共和党と民主党の勢力が拮抗しており、アメリカ大統領選挙において、重要な地域の一つである。セントピーターズバーグはまた、ウィキメディア財団が本部を置いている都市でもある。セントピーターズバーグは、デトロイト出身のジョンシー・ウィリアムズ、ジョンシー・ウィリアムズとロシア人移民のピーター・デ・メンズ、ピーター・デ・モンズの二名によって創設された。 ウィリアムズは1876年に土地を購入した。一方で、デメンズはこの地に鉄道を引き、ターミナルを設けた。1892年2月29日に、セントピーターズバーグは正式な種となった。当時、の人口はわずか300人であった。市名は、デメンズの出身地であるサンクトペテルブルクにちなんで名付けられた。地元の言い伝えでは、ウィリアムズとデメンズが、 コイントスをし、勝ったデメンズが死を名付ける権利を獲得し、故郷にちなんだ名を付けたと言われている。一方、ウィリアムズもまた、セントピーターズバーグ最初のホテルに、自分の出身地の名を冠し、デトロイトホテルと名付けた。現在でも、デトロイトホテルはダウンタウンで営業している。デメンチ F。 デメンズについて訂正ロシア時代1881年リベラル貴族政治者のピョートル・デメンチエフ、ピーター・デメンズは革命支持を理由に弾圧を受けた後、サンクト・ペテルブルクをリニューヨークに渡航する。一度材木関係のビジネスをしようとするも、結局鉄道業務に従事した。1888年の6月初めての列車が一人だけ乗客を乗せてフロリダ州。 ピネラス軍の終着駅までたどり着いた。列車がたどり着いた場所は公式の名前は、当時まだなくデメンチエフ。デメンズは、彼の半生を過ごした故郷サンクトペテルブルクにちなんで、セントピーターズバーグの名を付けた。なお、セントピーターズバーグとは、聖ペトロの町の意味で、同盟の町が、全米各所にある。トム・ソーヤーの冒険のトムの住む町もこの名前だが、こちらは架空の地名。 作者マーク・トウェインが生まれ育ったミズーリ州ハンニバルが、そのモデルと言われる。1899年、ノースカロライナ州、ニューポート出身のヘンリー・ W ・ヒップズ。ヘンリー・ W ・ヒップズは、鉄道の埠頭の近くで魚の卸売りを始めた。ヒップズの事業は成功し、1年経たないうちに1日4 5 0ラム以上の魚を取り扱うようになった。また、この事業は、 セントピーターズバーグにとっても初めて発達した産業であった。1906年から1910年代にかけてより深い運河の掘削が進み、セントピーターズバーグの港はさらに発展した。その間に市の人口は4倍に増え、1910年には4127人を数えた。1914年にはエアボートライン社により、 対岸のタンパとの間に航空機の便が設けられた。パイロットを務めたのは、トニー・ジャニュス、トニアネスであった。ジャニュスは1916年に国会での航空機テスト中に事故死した。1924年、タンパ湾に橋が架けられるとセント・ピーターズバーグとタンパとの間の交通機関は、自動車にとって変わられ、この2都市間の航空路はなくなった。 20世紀中も市の人口は増え続けた。1970年代以降、市は寒い中西部からのリタイア層が移住する地として人気が高まり、人口の増加を流した。1980年には人口238,647人を数えた。しかしその後は市内に開発の余地がなくなってきたことから人口増加のペースが鈍化傾向にある。 市は、タンパ湾とメキシコ湾に挟まれた半島の先端に位置する。本土とは言ってもフロリダ自体が半島であるとは、北側で繋がっている。湾を挟んだ東側にタンパ市が位置している。タンパとセントピーターズバーグとはタンパ湾に架か,かる長い橋で結ばれている。また半島から南側にも橋が架かっており、この橋によってブレーデントンと結ばれている。 アメリカが州国統計局によると、セントピーターズバーグは総面積 344.7km133.1 ミである。このうち 154.4km59.6 ミが、陸地で 190.2km73.4 ミが、水域となっている。総面積の55.19%が水域となっている。 セントピーターズバーグでは年間の晴天日数が360日に及ぶ。そのため、ザサンシャインシティという別名を持っている。こうした穏やかで温暖な気候ゆえに、セントピーターズバーグは人気の良い,い観光、保養都市となっており、リタイア層も多く住んでいる。欠片の気候区分では、CF、温暖湿潤気候に属するが、実際は熱帯に近い、いわゆる亜熱帯と呼ばれる気候である。 南フロリダ大学はセントピーターズバーグ校を持っている。市内9カ所にキャンパスを構え、約6万5千人の学生を抱えるセントピーターズ大学ショートトン・ピーターズバーグカレッジは、元はセントピーターズバーグ短期大学ショートトン・ピーターズバーグジュニアカレッジというコミュニティカレッジであったが、2001年に4年生大学に移行、学士の学位授与を始め、それに伴って、 現在の名称に解消した。市の南端に位置するは小規模なリベラルアーツカレッジである。ポインター学院、ポインターインスティチュートは、ジャーナリズムの専門学で、地元の有力な新聞社である、セントピーターズバーグタイムズ社、ショートトン、ピーターズバーグタイムズと提携し、ジャーナリストやジャーナリズムの教師を養成している。セントピーターズバーグのダウンタウンには、 ガ廊や各種エンターテイメント施設が点在している。ダウンタウンに立地するショッピングモール、ベイウォーク、ベイワックは多数の専門店やチェーン系レストランを抱え、二重のスクリーンを有する映画館、ムービコ、ムービコを併設している。グレートエクスプロレーションズ、口術の隣にはサンクンガーデンズ、サンクンガーデンズという植物園がある。園の周辺、ホースストリート沿いは、 開発が進められている地区であり、飲食店が軒を連ねている。リングサイドカフェ、リングスイドカフェでは、様々なアーティストによるブルースの演奏が毎晩なわれ、地元ではよく知られたナイトスポットになっている。10月から翌年の4月にかけては、ダウンタウンでは毎週土曜日にファーマーズマーケット、農産品種が開かれる。ファーマーズマーケットでは、 地元農家による農産品の販売のみならず、音楽のライブ演奏やバーベキューが行われ、各種芸術家も集まる。タンパ湾に突き出すセントピーターズバーグピアは、水族館や各種ショップ、レストランなどを抱える複合観光施設となっている。タンパ湾の観光船もセントピーターズピアから出港する。また、ボートを借りたり、チャーターしたりすることもできる。 セントピーターズバーグピアにはバウンティゴーのレプリカが停泊している。このレプリカは2006年公開のディズニー映画パイレーツ・オブ・カリビアンデッドマンズ・チェストの撮影で使わた。このバウンティゴーの内部は有料で見学することができる。タンパベイエリアのスポーツチームのうちメジャーリーグベースボールのタンパベイレーズはセントピーターズバーグ地域内のトロピカーナフィールドを 本拠地としている。レイズは1998年にタンパベイデビルレイズの名称で設立されたチームだが、成績は回を低迷し、同年に設立されたアリゾナダイヤモンドバックスに大きく、水を開けられる状態が続いていい。そこで2008年シーズンにより、チーム名からデビルを外し、レイズに解消、チームとして初のワールドシリーズ出場を果たした。 トロピカーナフィールドは1999年の NCAA 男子バスケットボールトーナメントのファイナル4、準決勝、決勝が行われた場所でもある。この年のファイナル4には優勝したコネチカット大学、準優勝のデューク大学のほか、激戦区のビッグテンカンファレンスで優勝したミシガン州立大学、準決勝でデューク大学に敗退、低迷から来転31年ぶりのファイナル4、 進出を果たしたオハイオ州立大学、準決勝でコネチカット大学に敗退がそれぞれ進出した。モータースポーツにおいては2005年よりインディカーのレースが開かれている。このレースはシリーズ初の市街地コースで、会一のモナコグランプリのように市街地の行動をサーキットにして競わる。市内の通りはレースのために通行止めとなる。また、 セントピーターズバーグは、あらゆる競技において、有力なスポーツ選手を数多く生み出してきた地でもある。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計。セントピーターズバーグは、以下の2都市と提携を結んでいる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。